信じられないわ。ネフライトは死んだのよ。ウサギだって見たでしょ。もしかしたら偽物ってこともありえるわ。死んだ人間が存在するっていうのもおかしな話だし。ちょっと待ってよ、なんでそうなるのよ。ネフライトは命がけで敵から逃げてきたのよ。銀髄章を狙ってる奴がいるって私に教えるために。それにもし偽物だとしてもナルちゃんの目まではごまかせないはずよ。ねえ、マコちゃんとミナコちゃんはどう思う？どうって、私はそのネフライトってのと会ったことないからどんなやつかわからないし、そもそもその人が逃げ出してきた新しい敵って何者なの？だからよくわかんないけど銀髄章を狙ってて、クイーンベリルはダークキングダムを復活させようとしてて、ネフライトは必死でピンチなのよ。つまり新たに銀髄章を狙う者がいて、ダークキングダムのクイーンベリルと四天王をよみがえらせ自らの配下に置いた。今のところそいつの正体は不明。銀髄章を使って何をしようとしているのかもしれない。ウサギちゃんがテイラームーンであることを知っているネフライトはそのことをいち早く知らせようと命がけで組織を抜け出してきた。ナルちゃんの意見もあるし、ネフライトはもう十分に改心したんじゃないか。と言いたいんでさ、ウサギちゃんは。さ、そうなのよ。すごいな、アルナ。よくわかったね。まあ、気合が長いからね。とにかく、話ができすぎているわ。信用できない。レイちゃん！どっちにしてもその人は今ナルちゃんのところにいるんでしょ。敵が連れ戻しに来るかもしれないし、万一に備えて見張りが必要ね。なんで信用してあげられないの？アミちゃん、レイちゃん、ネフライトの最後を見てるからこそ信じてあげたくならないの？私はもういい。ウサギちゃん、まったく、みんな揃いも揃って、どうしてあんなに疑り深いのよ。よっ、どうした？機嫌悪そうだな。マモちゃん、どうして何も喋ってくれないんですか？もう二度と会えないと思ってた。なんだありゃ。マモちゃん、隠れて。どうしたのさ。いいから早く。ナルちゃんの家の前に誰かいるのよ。敵かもしれないわ。なんだ、海野じゃん。うわっ！あっ！あっ！海野、あんたこんなところで何やってるの？え？あ、そうそう、ナルちゃんのうちに今謎の微生年が厄介になってるの知ってます？なんであんたがそんなこと知ってんのよ。へへ
僕の情報収集力を侮ってもらっては。なんだ、ご存知なんでしたか。それが気になってこんなところにいるわけね。そんな、僕はのぞきだなんてとんでもない。そうなのね。あんたも男ならコソコソしないで、正面から正々堂々と行きなさいよ。そうだ、ちょうどいいわ。あんたも来なさい。え、そんな、心の準備が。いいから来るの。こんなの連れてって大丈夫なのか。大丈夫大丈夫。頼んぼー。その方、こんにちは。すまない、また君を巻き込んでしまった。いいんです。こうして生き返って君と話しているとは、もう二度と会わないつもりだった。もう二度と、その方が君のためだ。そんなこと言わないでください。今の私は裏切り者として追われる身だ。このままでは君に。いいの、ここにこうしていてくれるだけで。君はまだ私を信じてくれているのか。海の。ああ、表でうろうろしてたから連れてきちゃった。じゃあなるちゃん、悪いけど内緒の話だから。でもなんで三条院さん、ウサギと内緒の話なんてあるの。私が言っちゃダメなの。なるちゃんの好きなものとか伝えてるのよ。ほんとほんと。ま、いっか。じゃね。なるちゃん、あの人は誰なんです。どうだった。それが、その…だろうな。我ながら勝手な話だと思う。あ、いや、そうじゃなくて、大丈夫よ。すぐみんな分かってくれるわよ。一つだけ聞きたい。なぜ死んだはずの男がここにいる。クイーンメタリアは封印され、ダークキングダムは滅びたはずだ。以前にもあったことだ。タクシーの丘、いや、もっと遥かな昔にも。どうした、答えられないのか。タクシード仮面か。ブラティオパール、真紅に輝く美しい石だ。だが魔力を持った者が手にすれば、それは霊気を操り、死者をも蘇らせるあやかしの石となる。その石の力で再び生を受けたということだ。ならば、誰が何の目的で
お前を蘇らせたんだ。蘇ったのはこれだけではない。ジェダイト、ゾイス、クンツァイト、そしてクイーンベイ、ファストワイズ、奴は自らをそう名乗った。奴の狙いは銀髄賞。そのために過去にセーラー戦士と戦ったことのある俺たちが必要だ。ファストワイズマンが銀髄賞を使って何をしようとしているのかは、残念ながら俺にもわからん。配下に収まったクイーンベリーは、ダークキングダムの最高峰、銀髄賞の奪取をかけて大掛かりな作戦を企てた。知らせに。大変、ネフライト、大丈夫？マモちゃん、早くナルちゃんを。そうだな。しっかりして、ネフライト。じゃあ、お大事に。ありがとう、ウサギ。それじゃあ、僕はここで。ほんじゃね。結局、私にこういう役が回ってくんのよね。まあ、みんな女の子だし、学校だってあるし、見張りなんてのは、確かに猫の方が世話ないからわかるけどね。でも、退屈。やっぱりウサギちゃんの言う通り、ネフライトは本物で、改心もしたのかしら。プリンス、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 我々は言いなりはもうたくさんだ。月の王国のやり方には我慢できません。我々を支配者気取りで一方的に監視するなど。立ち上がりましょう、プリンス。逆にこちらが月の王国を支配してやるのです、プリンス。なぜ争おうとする？いつ言いなりになったというんだ？監視されているだと？わからないのか？あいつは我々を利用しようとしているのだぞ。再生のショックで失われた過去の記憶を取り戻すか。あまりにも遅すぎる。あれは大変。なんだこんな夜中に。ウサギちゃん大変よ。ナルちゃんの家に敵が現れたわ。すぐ来て。
ぼけてないで、ナルちゃんとネフライトが危ないのよ。ひへえ、なんでそれを早く言わないのよ。はじめから言ってるわよ。私がこの場所を知ってること忘れたの。相変わらずその子にご執心なのね。貴様ら、ネフライト様。裏切り者は死をもって償ってもらうところだ。カストワインズマンの命令だ。一緒に来てもらう。ナルちゃん、逃げるんだ。いいわ。黒文章を持って素直についてきてくれたら、その子には手出ししないでおいてあげる。いや、やめて。ネフライト様を離して。どうせもうすぐこの町からは一人残らず人間が消えるのだからさ。すべてのエナジーを私たちに。貴様ら、まさかすでに。待ちなさい。どこの誰だか知らないけれど、その人を話しなさい。愛と正義のセーラー服美少女戦士、セーラームーン。同じくセーラーマーキュリー、貴様らのお遊戯に付き合っている暇はない。はっ！やあ！お、あち、あち、あち！見た目に反して熱量はほとんどない。みんな騙されちゃダメ！幻覚よ！もう遅い。さらばだ、セーラー戦士たち。ごきげんよう。セーラー戦士、水玉の扉だ。水玉の扉に気をつけ。とんでもないものを見てしまった。